サンニコラレシ島は、フランス、ブルゴーニフランシュコンテ地域県、コートドール県のコミューン。1098年、モレームのロベールとモレームからやってきた修道士たちが、市党修道院を創設した。1113年、クレルボーのベルナルドスが、ブルゴーニュ出身の30人の入会者を連れて、修道院に入った。こうして、修道院は、市党会の本拠地となり、 代々のブルゴーニュ公の被護を受けた。市東会はヨーロッパやパレスチナにさらに100以上の修道院を建てた。1608年、修道院はロレーヌ出身在属者を住まわせるためサンニコラの村を作った。1636年、修道院はマティアス・ガラス軍によって破壊された。17世紀初頭、戦争や略奪に起因する困難を克服するため、 第52代修道院長、ニコラ・ドブシュラは、ロレーヌ出身者23世帯からドメールを受け入れた。彼らは、各自、修道院から4キロメートル離れた森の中の土地34ヘクタールを提供した。彼らは、開墾に従事し、15年間工作した。彼らは生産されたものの一部を修道院に寄付し、不益をした。そうしなければ、懲罰を加えられた。 このシステムが現在の村の原点である。1608年10月31日、設立憲章が教会参事会で署名された。村は修道院長の名を取ってサンニコラとなった。フランス革命時代、首都会修道院は廃止され、サンニコラの村は一時期ユニテと呼ばれていた。1841年、 ベルギー人フェミニストのゾエド・ギャモンとフーリエの弟子アーサー・ヤングが放棄された修道院建物を利用してファランステールを設立した。1846年、修道司令が懲役として農業労働を行う刑務所を設置したが、これは19世紀末までに廃止されている。1898年、修道院は現立指導会に与えられた。参照もと、 1962年以降人口の2倍カウントなし。INSEE。ありがとうございます。